シャッターチャンスは3回ある。1回目は撮る瞬間、2回目はセレクトするとき、3回目は展示するとき。この言葉の真意についてお話しします。皆さんこんにちは、写真家の杉山雅彦です。ガス写真学校は組写真、ドキュメンタリー、写真展、そういったものをお話しする番組です。私杉山雅彦が25年の写真家の経験を皆さんのヒントにならないかと思いお話しさせていただいている番組です。12回目はシャッターチャンスは3回ある、こちらをお送りさせてください。この言葉、シャッターチャンスは3回あるはですね、僕が専門学校にね、写真の専門学校に通ってる頃に先生から何度も聞いた言葉でした。でこの言葉を聞いてね、皆さんはこう思うと思うんですけど、シャッターチャンスって1回だけじゃないのって思いますよね。この言葉はですね、実は3回はどういう風になってるかというとですね、1回目はこれは撮る瞬間です。私たちが言うシャッターチャンスですね、この瞬間を撮るというそのチャンスのことを、言っております。で2回目はですね、組写真をセレクトする時のシャッターチャンスです。この2回目のセレクトする時に、悪い写真をね選んでしまったら、全然良くなくなってしまうので、まあ、いい写真をちゃんとセレクトしようというのが、まあ、2回目のシャッターチャンス。そして、3回目のシャッターチャンスは、まあ、写真展で展示するとき、この展示する方法を間違ってしまうと、せっかくの写真がいきませんので、そういったようなこの3回に分けて、まあ、シャッターチャンスはあるというふうに、まあ、学生の頃に教わりました。で、まあ、学生の頃にねこのことを聞いて僕が思ってたことはですね、3回とも100点じゃないと、まあ、せっかくのいい写真が無駄になっちゃうよということを、学生の頃思いました。まあ、具体的に言うとですね、例えば撮った時、100点のいい写真が撮れました。そしてセレクトする時も、まあ、その写真を選ばなきゃ意味ないんで、まあ、その写真を選んで、まあ、セレクトする時も100点でも飾る時に例えば、シワシワの紙で画鋲で貼ったなんていうと、写真のちょっと価値を落としてしまうので飾る時に0点だったとします。するとですね、合計結果はまあ0点になります。これは足し算でね、100点プラス100点プラス0点で200点ということではなくてですね、まあ、掛け算のように、100点かける100点かける0点で結果0点というような、まあ、掛け算方式と考えていただいてもいいと思います。この1回目、2回目、3回目を100点、100点、100点でこなしていかないと、せっかくの作品が、ダメになってしまう、無駄になってしまうというのが、まあ、学生の頃に僕が、この言葉から学んだことでした。なので撮るときはもちろんなんですが、セレクトするときにね、こういう写真を、こういう写真とこういう写真とこういう写真を選ぶとさらに写真が引き立つという、まあ、2回目のシャッターチャンスですとか、3回目のシャッターチャンスの飾るときに、しっかり額に入れたりパネルに貼って、綺麗に展示すると、まあ、いいのかななんていうことを学生の頃思ってました。でもですね、今になってですね、これを考えてみます。このシャッターチャンスは3回あるという言葉を考えてみるとですね、まあ、撮るだけじゃなく組写真も写真展も同じくらい大事という意味があるのではないかなと最近考えていました。要するに、1回目のシャッターチャンス、撮る時のシャッターチャンスですね、それと同等に2回目のセレクトする時、3回目の写真展というように同等な位置で語られています、この言葉は。なので、撮る時で満足してしまうことが多いんですけど、組写真としてセレクトすることも大事だし、写真展として展示することも大事というね、この、3つとも、同じ意味で撮る意味も大事、セレクトすることも大事、展示することも大事っていう風に最近考えるようになりました。なので、まあ、1枚のいい写真で満足せずにですね、
組写真、写真展にしてみることが大事なのではないかなと、今考えております。なのでこの、まあ、シャッターチャンスは3回あるには、まあ、2つの意味があると思います。1つ目は学生の頃に教わった、3回とも100点でなければ0点になってしまうという、意味。そしてもう1つが、3回とも撮る時と同じぐらい大事、組写真と写真展ですねが大事ではないかなと、最近では考えるようになりました。ではこの2つの意味をですねちょっとゆっくり、解説しながらお話ししたいと思います。まず1つ目の意味、3回とも100点でなければ0点になってしまうというところですね。1回目はまあ撮る瞬間です。でこの時ね大体まあ普通に考える、その普通に考える撮る時のシャッターチャンスは、なんかこの瞬間いい瞬間を撮ろうというふうにまあ普通は考えると思います。で、僕の場合はですねこれね何を撮るか、まあ、ネタが大事かなと思ってます。あのガチ写真学校でもお話ししたんですけど、写真の良し悪しっていうのはね9割ネタで決まると思います。要するに、どういったものを撮るか、あのなんかねつまらない面白くないなんか、例えば段ボール箱を撮ってくれって言われて段ボール箱をこう いい写真にするってなかなか難しいですね。いろいろライティングで頑張ったり、そうじゃなくて、なんかおばあちゃんね、一人で生きてるおばあちゃんを撮ってみるっていうとやっぱりその、おばあちゃんの方が、作品として面白そうだし、やっぱりネタとしていいかなと思います。そういう風に、まあ、ネタを選ぶ、そういうことが、まあ、撮る瞬間には大事なんじゃないかなって思います。で2回目の、まあ、組写真のセレクトするときですね。このとき、まあ、一般的に、まあ、セレクトするときのシャッターチャンスっていうと、まあ、いい写真をちゃんと選ぼうと、悪い写真は選ばないようにしようっていうふうに、まあ、普通考えると思います。でもですねこの僕はですねこの組写真っていうのは、まあ、説明的な写真も入れるっていうことが大事かなと思います。大体組写真の時っていい写真ばっかり選ぼうと思いますよね。で、自分は、そうですね、例えば、廃線になっちゃう、鉄道を撮りましたと、そういうお客さんとか鉄道を撮りましたっていう場合、こううまく撮れた写真ばっかりバーって撮るようにすると思います。でそれで展示してみると、まあ、普通に鉄道の写真に見えてしまいますよね。そういう時に、説明的な写真、その廃線になってしまうというその最後の、終了する場面ですとか、なんか朽ち果てた列車ですとか、そういった説明的なものを入れてくると、あ、これは廃線になる、電車なんだなっていうのが分かってきます。なので、決していい写真ばかり並べるわけではなくて、こういう他の人が見る、まあ、説明的な写真を入れるというのが大事です。あの自分は分かってます、配線になることは分かってる、でも見てくださる方は分からないので、その見てくださる方に分かるような写真を入れてくるっていうのが、まあ、この組写真のセレクトする時のシャッターチャンスの一つの、醍醐味といいますか、まあ、コツといいますかね、そういうところなのかなと思います。そして3回目のシャッターチャンスですね、写真展で展示するときのシャッターチャンス。展示するときにね、普通の場合はあの皆さんが見やすいようにね写真を飾るなんて考えがちなんですけど、僕はねこの楽屋パネルに貼って展示するというところだと思ってます。あのせっかくの写真をね、画鋲で貼ってなんか、ヨレヨレの状態でお見せするなんていうのはやっぱり、なんかお客さんに対して失礼になってしまいますし、やっぱりね写真っていうのはこう綺麗に見ていただくのが一番じゃないかなと思います。なのでこの楽屋、パネルにね、貼って展示するっていうのが、大事なんじゃないかなと思います。写真展や、ね、ギャラリーっていうのは結構ルールや、規則なども、あります。なのでやっぱり、プロの方にお聞きして、展示する方法をね聞くのが一番いいのかなと思いますし、
あのパネル張りやね、額など、額装ですね、そういったのもあのプロの、そういう、額装してくれるとことかパネル張りしてくれるプロのね、ちゃんと場所があるので、そういったところにお願いする、プロの方にお聞きする、そういうのがいいかなと思います。僕はねこういうのをね聞かずにやって、あの恥をかいた経験がありますので、あのぜひプロの方、個展をやられた方にいろいろとお聞きするのがいいのではないかなと思います。3回ともですね、まあ、いい状態でせっかくの写真を、まあ、無駄にしないように、撮った瞬間良かったけど、撮るセレクトするときや、展示するときにいい状態にならないと、やっぱりこのせっかくいい写真でもさっき言ったように0点になってしまいます。なのでこの無駄にしないように、展示方法、セレクトするとき、撮るとき、3回とも100点でこなすようにしてみてください。これが1回目の意味。で、2つ目の意味ですね。2つ目の意味は3回とも撮るときと同じぐらい大事ということです。先ほども言いました、撮る時のシャッターチャンス、セレクトする時のシャッターチャンス、展示する時のシャッターチャンス、それが3回とも同じように語られているということは3つとも大事なんではないかというふうに考えています。1枚の写真で満足するのが、まあ、写真の入門者です。で、複数枚の組写真で表現するのがプロの方。これも学校で僕がずっと教わったことでした。1枚で満足してしまうのが、まあ、始めたばかりの方たち。そして、プロの方はこういうふうに組写真とか写真展、複数枚で表現する、それがプロだというふうに学校で常に教わっていました。なんでこんなこと言うかというとですね、写真集や写真展というのは必ず、まあ、複数枚の組写真で表現します。なのでこの、まあ、僕たちね1枚の写真で満足しがちなんですけど、このシャッターチャンスは3回あるという言葉が教えてくれるように、組写真や、写真展、そういう、セレクトすること、そして飾ること、そういったところにこう重きを置いてみてはどうなのかなと思います。なので撮るだけの写真からですね、こう組むこと、組写真にすること、そして写真展で表現すること、こういったところに、まあ僕は写真の楽しさがあると思ってます。僕も、組写真何度も、いろんな写真をね、お祭りの写真とか、いろんな写真を組写真にしてきました。そして、この写真展もね、いろんな場所でやらせていただきましたけど、やっぱりねここにすごく、写真の面白さがあります。セレクトして複数枚で伝えることによって、自分の伝えたかったことがこう増幅されて、来てくれた方が感動してくださったり、そして、写真展というのはやっぱり前回もお話ししましたけど、見てくださる方と直接会って、お話しできること、ここがやっぱりすごくこう楽しくて、これが写真の楽しさだなぁなんて僕は思ってます。なのでこのシャッターチャンスが3回あるで、言っていたように、撮る時のシャッターチャンスはもちろん大事なんですけど、そこから、組写真、セレクトする時のシャッターチャンス、そして、飾る時のシャッターチャンス、写真展ですね、そういったものに僕は楽しさがあると思うので、まあ、少しずつ皆さんもですね、この1枚の写真を撮るというスタイルから組写真、そして写真展で展示すること、こういったところに、少しずつでいいので向かってみてはいかがかなと思ってお話しさせていただきました。それではまとめです。ゆるぜの方たち、1枚撮るだけから組写真、写真展に、まあ、少しずつステップアップを目指そうです。こうやって言うとねちょっと難しく感じてしまうと思うんですけど、組写真もね、例えば、家族にあげるアルバムをね、アルバムを10枚で表現したりするので、アルバムを作ってみるですとか、グループでね、グループの写真展をやってみるなど、このセレクトするシャッターチャンス、飾る時のシャッターチャンス、これをね少しずつ、目指してみてはいかがでしょうか。そして、ガチ勢ですね、
組写真、写真展をプロから学ぼう。3回のシャッターチャンスを確実にこなそうです。組写真、写真展っていうのは先ほども言いましたけど、プロの領域なので、ぜひ、プロの方にね、組写真をやってる方、写真展を何回かやられてる方、個展をやられてる方にね、お聞きして、そういう方から学んでみてはいかがでしょうか。そして、自分でね、組写真を組むとき、そして飾るとき、これはもう確実にね、シャッターチャンスを逃さないように3回をこなして、みんなにね、感動しただけ、していただけるような作品を、目指してみてください。ガチ写真学校12回目、シャッターチャンスは3回あるでした。ちょっとね、難しいことをごちゃごちゃ、言っちゃいましたけど、このね、シャッターチャンスは3回ある、撮る瞬間、セレクトするとき、展示するとき、この3つがね、同等の言葉で並んでいる。なので、僕たちは1枚の写真で満足してしまいがちですが、この組写真や、展示する写真展ですね、そういったところも、少しずつ、考えてみてはいかがかなと思ってお話しさせていただきました。本当にね、ここに僕は写真の楽しさがあると思ってます。ただね、いやー、組写真はやったことないし、写真展もやったことないから難しいよって考えてしまうと思うんですけど、あまりこう難しく考えずにね、まずはやってみること、先ほども言いましたけど、お友達にあげるアルバムですとかね、家族に作ってあげるアルバム、アルバムっていうのはこう組写真ですよね、何枚かで表現するので、そういったことをまずね、スタートとしてまずやってみるというのが大事なんじゃないかなと思いますし、写真展もね、なかなか難しいですけど、グループ展でしたら簡単にね、たくさんの方たちと仲間とやれば負担も少なくなりますし、あと写真展の回でもお話ししましたけど、展示スペースですね、カフェですとかバーですとか、簡単にね、気軽に展示させていただくような、銀行とかでもありますよね、そういったような展示スペースで写真展をやってみるというのも、こう入門編としてね、いいんじゃないかなと思います。とにかくこのシャッターチャンスの3回をね、これから、考えていただいて、楽しい写真のね、本格的な部分といいますか、本当に楽しい部分に、ぜひ皆さんに入っていただけたらと思っております。今は2020年の6月なんですけど、カメラ業界にいろんなね、激震の走る、ニュースが次々と、発表されてまして、朝日カメラさんの休刊ですとか、オリンパスさんの身売りですとかですね、本当にこうカメラ業界は、衰退の一途をたどっております。ただね、これに対して、嘆いているばかりでは仕方がないので、私はまあ自分のね、写真の作品をこれからも発表させていただきますし、この YouTube の場をお借りしてですね、写真の楽しさ、面白さなんかが、発信できたらいいなと思っております。本当に、写真文化は衰退の一途をたどっておりますが、自分にできることは何だろうと考えながら、このね、YouTube を少しずつやらせていただいております。これからもね、楽しい番組が、作っていけたらと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。次回ガチ写真の学校なんですけど、私この、写真集日本の働く人たちをですね、全国の書店で、発売させていただいているんですけど、これね、撮影、ほとんどの場合でですね、まあ、5時間から8時間かけて撮影しているんですけど、この度ですね、まあ、24時間かけて撮影した作品が、できました。そしてですね、その24時間かけたということでですね、24時間テレビの方から、毎回ね、マラソンだとマンネリなんで、まあ、24時間かけて撮影したこのね、杉山さんの作品を、まあ、マラソンの代わりに、放映したいということでですね、最後はね、感動のエンディングにはサライなども、負けないでとかかかる予定になっておりますので、そちらの、まあ、24時間かけて撮影した、放送を、次回は、お送りしたいと思います。次回ガチ写真の学校もこうご期待。写真家の杉山雅彦でした。ありがとうございました。